今回は災害に強い無線メッシュネットワークを首都圏で直下型地震が起きた際の災害情報の効率的な転送や共有を確認するための実証実験です。この状況では携帯電話が使われないことを前提としておりまして、総務省関東総合通信局様が3年前から調査検討を進められております。今回の実験では弊社モトローラーは利用されるすべてのメッシュ機器を提供いたしました。まず無線メッシュネットワークというのは、無線 LAN のような無線機が、自律分散的に経路を検索してマルチホップ通信をすることで、メッシュ上に広がっていくネットワークのことです。で、各無線機がですね、アクセスポイントとしての役割を果たします。つまり、クライアント端末を収容することができます。で、メッシュの特徴としてはいろいろありまして、導入が簡単、拡張が容易、障害に強い、面的な周波数利用効率が高い、あとは消費電力が小さいというようないろんなメリットがあります。で、こういう、良いシステムですので、現在海外を中心にですね、製品開発と導入が進んでおりまして、弊社モトローラーも早い段階からですね、この優れたテクノロジーに注目しまして、モトメッシュというブランド名で提供しております。で、現在国内で利用できるメッシュの機器としましては、今回実証実験に使いました 4.9GB と 2.4GB に対応したモトメッシュデュオ、それから過酷な RF 環境でも移動帯通信が可能なモトメッシュソロという 2.4GB 帯で動くんですけれども、この2種類があります。今回の実験ではモトメッシュデュオを提供を使っています。特徴はですね、コンパクトでフレキシブルな設計です。高性能なルーティングエンジンを搭載しています。それから業界で初めて、いち早くですね、メッシュ世界標準 802.11S への対応を表明した製品でもあります。Wi-Fi 無線を使いますので、交代機が必要な映像アプリケーションですとか、クライアント端末が汎用なものを使うアプリケーションに非常に向いております。今回は防災コミュニケーションシステムとしての用途で利用できるということが分かりました。で、これ以外の用途としましては、監視カメラネットワークですとか、デジタルデバイド解消、プラント、キャンパスなど、幅広い分野に適用可能だと思っています。実際海外では使われております。弊社モトローラーはですね、今後もお客様に信頼された技術パートナーとして社会に役立つ無線システムを提供してまいります。